S117 北京大学教室モンタージュ。リアンパンソファーに目を閉じて座り、物思いにふける。字幕音声教授である私がどこから魔性に落ちたの？灰色。黒板に東北辺境歴史を現状系列研究工程と書かれている。学生たちでいっぱいだ。リアンパン東北工程とは、中国東北三省、黒竜江省、吉林省、遼寧省で起きた過去の歴史と、それから派生した現代史、未来史を研究する事業である。これは韓国が満州に関する歴史観を画伝院推と解釈するが、中国の地で行われた歴史を韓国が持ち帰ることはできないのではないか。要は満州ではなく北朝鮮に関する問題ですが、北朝鮮は打倒連合軍が高句麗を滅亡させてから中国だということだ。北朝鮮は長くて10年、その生命が衰弱し、中国の軍事力に依存することになるだろう。今や30年後には、中国国境はソウルとの国境を接することになるだろう。韓国人学生教授、それじゃ韓国と日本が黙っていないのに、また日本と戦うのですか？リアンパン日本だって、これといった方法があるのか。米国の原子弾がおじければ、中国の原子弾も恐ろしい。韓国人学生、日清戦争の時と同じ結果になると思います。リアンパン、それはどういうこと？韓国人学生、韓国と日本、米国の瞳は24時間中国を監視します。原子弾発射の兆しが見えたら、先制攻撃で原点打撃を試みます。情報力で韓米美の方が中国より非対称的に優勢ですから、リアンパン、それは北朝鮮を実際に誰が先に占領するのかであって、中国より米国や日本が早いはずはないじゃないか。韓国人学生、韓米日同盟がある限り、韓国が最も早いと思います。リアンパン、10年20年後のことだから、今は誰も断言できないと言っておくね。韓国人学生、韓半島の高麗、朝鮮は千年統一国家でした。半島人は分断を意識できません。今も心の中では統一国家なんです。中国は北朝鮮に対して夢を見ないでください。リアンパンその通りだね。コマコリョ、朝鮮諸村は千年中国の服属国家だった。韓国人学生二度と服属国家にはなれないと思います。リアンパンそれをどうやって担保するのか。韓国人学生、人工知能ロボット時代ですからね。リアンパン確かに北朝鮮に世襲の盾がなければならないね。生徒全員退場する。教室の窓が割れ、衛生の埴輪が飛んできて教室の床に落ちる。足が一本折れている。リアンパン驚いて周りを見回す。窓越しの高い空に白い山賊カラスの形が昇る。日清戦争の時のような結果になると笑える韓国のやつ。いや、歴史の時間を取り戻すんだよ。ヘモスをなくさないと。それでは人務も日本もないよ。日清戦争は永遠にないんだ。じゃあどうなるんだろう。南京大虐殺もなくなる。朝鮮も中国の服属国家を脱することができないだろうし、早くからどうしてそれを考えつかなかったんだろう。骨の折れた埴輪を風呂敷に包んで黒板の前のテーブルの上に置く。カラー画面。リアンパンソファーから置き、窓から空を見る。山賊カラスのように見える雲が流れていく。ヨンズンとエモスは生命の次元が違う。僕が設定を間違えたんだ。字幕音声、歴史の時間は後戻りできない。ひたすら反数することだ。S118、2階建て。ミカ門を開けて入る。玄関のドアノブに子犬のネックレスがかかっている。私のネックレス、つまんで番号を確認する。3番、私のだ。怪物、カラスのネックレス、私が夢を見ているのかな。首にかける、